バーまで大丈夫。本当？阪神。わかった。みんなに。うんふん。昨日も食べたけど美味しい。マサトさんこんばんない。今日アイメイクもしてなかったさ。アイメイクできなくて。ちょっとそれでもいいならラジオやめるけど。どうする？こうやりながらダメか。あ、今日はりんちゃんに良いものもらったんだ。君が。ダメだ。でも君が好きだって叫びたいしか歌えない。あれこんばんだい。ケモタンこんばんだい。昨日はめちゃくちゃ楽しい生誕でした。楽しかった。ケーキありがとうみんな。タジタジよこんばんだい。ごめんね、今日ラジオでちょっと私の顔を見せる方がダメだなと思った。うんふん、おいしいよ。赤羽に声落としてきちゃった。それは大変だ。なんかね、TikTok 始めました。お、一緒にやりたい。昨日めちゃくちゃ食べたんだけどケーキ。昨日一生もうケーキ食べれないわ一生って思ってたけどさ。今食べると美味しい。ワンホールはちょっと難しかったので、みんなで3人で最後は分けっこして食べます。これはめいちゃんが食ってる。来ない？すごっ。なんかもともと私ちっちゃい頃ケーキが食べられなくて、ケーキをいつもアイスケーキにしてたんですよ誕生日で。ひょんなきっかけで栗が好きで食べれるようになって。それで モンブランが食べれるようになって、誕生日ケーキは基本的にモンブランが多かったですね。リンタンこんばんで、お疲れ様、ありがとう。遅い。あとでもらいます、ください、ありがとう。お疲れ様カラちゃん、男装役頭ってて笑っちゃう。ニッシーこんばんで、何食べてんの？昨日いただいたケーキを食べてます。お仕事頑張ってね。ダンソンの中央怖い。ダンソン。いっぱい
回入ってみたいな、あそこ。平坦楽しかった？うれぴよ。少ないですか、ニキビ。ニキビはとなんですけど、うん、ここら辺にできるんですよ。なんでやろうね。出てきた。あいちゃん、ケーキおいしい？おいしい？よかった。みーちゃんの動画見るために TikTok 始めた。おー、嬉しい。うれしくてニヤニヤしちゃうね。ちょうどラジオ配信でよかった。私の気持ち悪い顔をみんなに見せなくて済むじゃん。なんかモンブランの下がパイ生地になってて、これが美味しい。真ん中入ることないから大丈夫。今度入ってみて。ライブ楽しかったって言ってくれるのめちゃめちゃ嬉しい。ありがとう。めっちゃお茶のつもりでこれ飲んだからびっくりしたよ。なんかない、たまに。なんかこれってあれだろうなって思いながら飲むとさ、全然違うもので、おお味が違うってびっくりする。お宅のコールしてる時のキモい顔いつも見てるのに不公平だ。でもあの時のみんなの顔めちゃめちゃ好きだよ。なんかすごい、なんだろう、なんかなんだろう、新しい人と出会ってる感じ。アイドル祭りのね、ちょっとハプニングが起きてしまいまして、絶対に決勝に行きたいんですよ。行かないとね、ダメだ。前泉さんこんばんね。イカリングと思ったら玉ねぎリング。そうそうそう、お茶かと思って飲んだらビールみたいな。どうも最強です。最強。コールした後の死にそうになってるの好きって言われた。そう、めっちゃ好き。よっちさんこんばんね。こんばんね。あとね、盛り上がる曲が続きまくって、最後も盛り上がる曲だった時のみんなの、もうやるしかねえよみたいな絶望と嬉しさが入り混じった顔がすごい好きです。同権ね、ないのかもしれない。でもね、ネットで見れるんだよね今回の。ゆっちさんこんばんだい。21だよね。明日は所沢無料で見れるよ。食べた半分ぐらい食べた、なんか今日、アスガルジャパンのレッスン見てたんですよ、あの窓越しからちょっと、そしたら、赤ちゃんがこうやってやってくれて嬉しかった、いや、本当にアシガルジャパンの子たち可愛いよね。いつもニコニコしてる、なんか子供みたい。うん、ウッシーこんばんは。最近めちゃめちゃ配信来てくれる。ウルトラのパパさんこんばんは。ウルトラのパパさんってスズメマ、あゆちゃん、トロちゃん、ヨリカ、あゆしおがこっちゃだ。アイちゃんいるよとか言ってしちゃってめっちゃ笑ってる。ニッシー、ごちそうさまでした。終わってないから頑張って、また明日。え、あるんですか、それか、うん。でも今日も順に食べないとき少ない。明日の朝食べますじゃん。
メイとリンちゃんも頑張ってるから昨日から、うん、2人でねモンブランもう一生分食べてる。でも幸せなんだよめちゃめちゃ、うん、幸せ1年に1回の幸せを今味わっている、うん、こんなことがないとケーキなんて食べれんしね。ワンホールのこんな美味しいケーキ、うんうん、愛ちゃんの誕生日だっけあれ、うん、誕生日だったっけ。舞台お疲れナイツかでケーキ買った以来ですね。大江戸金魚この花10人トイレとか乗せといたって毎回うわーってなる。みんなさ本当にうわーってなってるのめっちゃ面白いよね。なんかザンスからとかザンス来た時もザンスは最近なんかよしザンス来たよみたいな今行くぞみたいな感じなのにさその後のさ大江戸のとかのさ曲が流れた瞬間の大江戸だーみたいなその後の願いとかもよっしゃ来た願いみたいななんか毎回喜んでくれるのが可愛いなって思います。高彦さんこんばんめいちゃんこんばんめいちゃんうんうん。おいしょっと。リアルにお江戸が久々だった。うん。私も大江戸パレードこの間久々に出て。自分のフォーメーションなのに危うかった。ちょっとさ一瞬すごい新鮮な気持ちでライブができました。22もランチ期あるよ持ってくよ。え22日来てくれるの西。ありがとうみーちゃんにミルクティーをもらいました、うん、これ何ミリリットル入ってんだ。これは500ミリリットルです。カロリー何キロでしょう。100ミリリットルあたり100ミリリットルあたりのカロリーミルクティーだよ。タンパク質 0.8 脂質 0.7 炭水化物 2.3 糖類 1.9 食塩 0.09 はい、何カロリーでしょう。57.19カロリーでした。全然低かった。低いんだねそれ。低くね意外と低い。でも甘くないからじゃない。甘くない系のやつかそれ。微糖だから。こうやって急にクイズと出したりしちゃうんでね。休みやったら予約するまではなんかわかんない。オッケーオッケー待ってる待ってるメタメタ。フォーメーションで曲がわかるようになってしまった。完全にダメよ。今度ね。フォーメーション全然違うとこついて全然違うとこから始めてみようかな。それは急に斜めの一列とかになってさ、え何この曲みたいな、うん、そっからつちゃちゃちゃらちゃつちゃちゃちゃらちゃみたいな。ファンのみんながおい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 おチャチャチャラチャ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 ラチャ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 ラチャチャタララン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 みたいな。曲全然違う。それはナナパラ。チャ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 みんな驚いただろ。七色パラソルは楽しいなーって思う。新しいランチ機取らなきゃ。もう箱やばいし。なんか生誕の時にここの帯のここに入れてたわ、うん、汗で箱ふやけちゃって、箱ふやけちゃって、フェイクがすごい、そうフェイクしていくかな。外れたら嫌だね。りんちゃんとのチキがまだ一個も抜けてない。混ぜなかったからかな。ちゃんと混ぜよ。赤いも見えてるはずだった。
つけた香水が もっと近づきたいけど本当に違う。ドーナツが嫌い。パラサマが予想外すぎた。いや、パラレルサマーでも一回はセンターしてみたいな、一生のうちに。夏生まれだから一回はやってみたい。私の声が離れてるのに、いつもこういうことしちゃうから。気づいてくれなきゃいいよ。お、出た出た。あ、チキもらってきたけど、また明日返さなきゃ。めいちゃんはこの花やってて楽しい。うん、この花咲くや姫を特別な曲にしてくれたのはみんなだよ。本当に ありがとう。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。だからこの花が瀬戸に入るとめちゃくちゃ嬉しいし、でもなんか自分だけがそこに立ちたいとか、なんか自分にとってすごく大事な曲だから立ちたいって思うけど、でもなんかあゆみとしおりが立ってるのを見るのもすごい好きだから、なんかすごく3人の思い入れがある曲だから個人的に、だからなんか毎回立てるの嬉しいなって思う。この花は立てるとき、めいちゃんの次くらいに俺こって獣が喜んでる。この花嬉しい。喜んでくれるのめちゃめちゃ嬉しいよ。この花好き。すごくセンターで思い入れがある曲です。寿司。あ、カイトくんじゃないか。寿司。寿司ちゃん。お寿司。やばい、ケーキ食べたからすごいお腹いっぱい。なのに今めちゃめちゃ食べたいものがある。それは何でしょう、みんなさん当ててください。何でしょうか。レッツクイズ。チャカ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 チャン、チャチャンチャチャンチャンチャチャン。こいつめっちゃ耳短い。ケーキ。最近疲れすぎていろいろダメ。どういったの？残暑のメイちゃんってとこも好き。え、嬉しい。あそこね、なんかそのなんだろう、もっとドキドキしていきたいなって歌ってる人のなんかあれによるから、なんかそこなんかなんて呼ばれるか毎回メイも楽しみ。
変えていいのあるの？ひまわりが作ってくれたやつね。なんかめいちゃんっていう人とリーダーっていう人がいる。あ、どっちもやったことあるわ。そう、だからなんか面白いなって思う。最近はでもめいちゃんで固定してる。みんながめいちゃんって言うから合わせてる。でもなんかめいちゃんって言い続けてた時にとかリーダーって言ってた時にめい以外の子が入った時どうしようってなった子がいて、そこからなんかいつも、あと、そうそうそう、たまになんかあとステイチューンって言われる時はありますね。どうしたらいいのって言われて、いや好きなように呼んでっつって。今度ステイチューンのトマト。でもファンの方がもうめいちゃんって言ってくれるからなんか定着した感はありますよね。ありがとう。俺はめいちゃん、あ、めいちゃんって言ってくれてんの、やっぱ。ピンポーン、脳細胞。脳細胞は脳細胞だよ。トマト、違います。正解は、うん、納豆でした。納豆、納豆。いや、うちらはもう納豆がないって生きていけないからな。残念ながら。どういうのにしようかな。一回迷うね。めいちゃん。トマトも好きだよ。でも食べれるなら食べたいなって思うレベルでトマトは好きです。トマトはね、ほんと食べ物の中で上位を争うぐらいに好き。りんちゃんがありえないっていう顔していますよね。顔を合わすたび多重もトマト食べなよって言ってくるのはなんとかして食べた方がいいよ。健康のためにね、食べた方がいいよ。トマトは頑張るしか言ってない。僕は女の子の中で上位を争うくらいめいちゃんが好きです。めっちゃ嬉しいなそれ。え、それすごくない？だってやばい、勝ち組やん。めっちゃすごい。頑張るしか言ってない。ランキングで勝ち組になっても嬉しいよ。
タジオがあんしてくれるのは食べるって。毎日じゃああんしに行こうかな。食べてっつ、これは食べるんだっつって強制的にね食べさせていくしていいかもしれない。わかんない。マント着てることしかわかんない。やばい、暑い。すごい暑い。みんなが想像している500倍暑い。みんながね、ほんと想像しているね、500倍暑いです。私の部屋、私たちの家が超ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ。おみげ、すごい早い。よいしょ。わあ、ブスになりそう。いやあ、明日は所沢ですよ、皆さん。来てくれますか？所沢か。アンドン廊下は、5年ぶり？あ、違う、5年目ですね。5年ぶりで。5年目になるので、なんか結構もうスタッフの方々もなんかバンズージパンのこと知ってくださってて嬉しいなって思います。いつも知ってくださってて、去年1回もクーラーつけてない、今年もなんか無理だな、それ名前まで振りそう。めいひろさん、こんばんざい、こんばんざい。うわ、ブス修正のしようがないわ。ケモさん、あの衣装で一緒、そう、明日楽しみ、みんなで島田と愛ちゃんとおつかさんをお帰りしようね。何する、画面ケーキでもしとく。1年目だっけ、志田とかがあれアンドン廊下初めての時、私が初めての時、やばい顔面ケーキ受けたやつ、うん、りんちゃん半泣きだったよ、あのりんちゃんが。一昨年。いやでもめっちゃ痛そうな音したんだよね。マジ痛かったよ。バーンって本当にもうケーキが兵器に変わった瞬間だった、マジで。マジ一生恨もうと思った。いや本当に痛そうだった、本当にあれは。マジであのあれはもう一生語り継げる。あれはすごい本当にね、マリアのねあれはすごかったね。マジでマリアに嫌われてるのかと思った。あの瞬間、うん、嫌ってはないんだろうけどね、すごかったよね、うん、ありえないと思った。いやマジですごくて、ケーキが本当に顔面ケーキ していただいたんですけど、顔面ケーキが嫌だったかじゃなくて、そうそうそう、痛いのが嫌だから、すごかったの本当に。もう痛いの嫌いなの、いやみんな嫌いか。いやもう本当にすごくて、あの時
え、マジすごかったよね。うん、本当に面白いぐらいにすごくて、いや本当にりんちゃんが半泣きなの初めて見たっていうレベル。なんかそういうことで、いつもはなんかなんだろう、半泣きとかはなんか感動して泣いてることは多いけど、そういうことであんま泣くりんちゃんを見ることがないから珍しいって思って。でもあの後大変だったね。1年目、初めて顔面キーキーしてくれたからさ、みんな一回メイクを落とすっていう、うん、荒技に出ました。一回メイクを落として、だからメイク直しが一回入った確かパレード前に。すごい島田と3人でさ、やばいやばいっつって、メイク落とさなきゃっつって、メイク落としあるっつって、ちょうどメイク落とし持ってってたもん。よーすみすみやっほー、元気。あ、そうだ、先ほどというか全然先ほどじゃないんですけど、ごめん、レッスン中で全然携帯触れなくてあれだったんですけど、踊ってみた動画が上がりました。皆さんぜひチェックしてください。すごいかっこよくなっているのでぜひチェックしてください。失敗作少女というね、お歌の踊ってみたを踊ったわけですけど、いかがだったでしょうかっていう。よいしょ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 。リーダーやっほー、昨日汗びっしょり。昨日はマジで私たちも汗びっちょびちょだった。昨日の汗をみんなにね見せてあげたい。本当にね驚くべきぐらいの汗の量って。いや、なんかもう替えを持っていかなかったのやばいんじゃないかレベルで汗かいてた。昨日の TikTok 無限再生してます。え、もっといろいろ種類あるやろ、それ見てないのまだ。あれ来てたし、ヤバタニー、ヤバタニー、あれはめちゃめちゃでも最高だった。あれはでも最高だったよ、あの格好はもう最高でしかなかった。やっほー、もうこれ使ってないのか、こっちか。はい、昨日のと前のに投稿してたやつがバチクソ可愛くて、え、ループループいっぱい見てね。どうしたらいいか、すごい難しいことになった。またこういう風になるんだね。
よいしょよいしょ。今日も投票のボール全部投げたよ。ありがとう。ケモちゃんにパシられた。パシられた？何したの？何をパシられたの？また明日はね、所沢なのでね、みんな。絶対水分は必要だよ、明日。持ってこないとね、ほんと。大変なことになっちゃう。明日は本当にもうね、暑くてね、きっとみんな熱中症になっちゃうから、ちゃんと水分補給できるものだけは持ってきてね。倒れちゃったりしたらね、元も子もないしね。せっかく来てくれたのにってなっちゃうから。コート後ろに置いてったから、あ、そういうこと？ 9 月8日まで1歳差。うん、扇風機の音ですね、これは。私がもう暑いの我慢できなくて扇風機つけちゃってます。へへ。もう暑くてさ、本当に結構ガチめに暑くて、私のお部屋、私たちのお部屋、もう暑さが限界を突破したので。そんなでもメンバーに水分の差し入れとかできないんですよね。お茶とかならまだ大丈夫だけど、基本的にはクマさんの扇風機、ん、それはリンちゃんにあげたやつ。お家のですね。7と18を投げた。意識高め。それは意識高い。7月18日だから大丈夫だ。明日ね、明日はどうしよう、どうなるんだろう。21がない。なんか全部にするとあれかなって思ってちょっと減らしちゃった。お父さんみたいなもんね。ちょっと7-2-1にした。お、ちまだ。あと2日後明日か。もう21時22時回ってる。すごい欲しい欲しいって言われた。うーん、扇風機、扇風機いいよね、涼しいし。兄ちゃんも配信するとさ、葉っぱのフレディ。テンテンテンハブ。始まりました。シダリンの配信。よし、こんばんざい。バンザイジャパンのメンバーで9月生まれはどうだろう。ランリン動画かな。ランリンちゃんはね、映像でやってるよ。私は今目ん玉がちょっと炎上しているので。ありがとう。また目ん玉の炎上が激しいんですよね、エサラ。またかいっていうタイミングですが、またかいというタイミングでなってしまったから、これは仕方がない。めいちゃんこんばんは。タッタさんこんばんは。目ん玉を負傷してしまった。負傷？負傷というか、なんか、なんというか。アンタールさん、キラコキナ、ありがとう。好き。
ひらりん、ありがとう。なんと言うか。なんと言うか、大きな声で言うことではないかもしれませんが。今日は暑かさ。夜、あれ夜じゃん。冬は寒かし。ね、大変かね。よいしょ、よいしょ。いや、なんか明日もランチ企業何枚か持っていきますけど、みーちゃんこんばんは。今回落書きをね、頑張っている邪魔します。です。あ、やっさん来てくれてありがとう。 Thank you。 ザッキーこんばんは。やばいですよ、こんばんは今。ザッキーシナディスト、もう髪の毛が多くて暑そうだなって。そう、髪の毛暑い。本当はね、この間染めた時に髪の毛切ったんやけど、誰にも言われてないけどね。気づかんかった。誰にも何も言われてない。え、全然気づかんかった。それ誰にも何も言われてない。髪切った？もう切ったの。もうちょっと思い切るかと思ってた。違うの、私もその気で美容室行ったんだけどさ、うん、切ってくれんかった。これでいいですかっても言われんかったから、なんかそのまま終わっちゃって、美容室の時間が。そういうことか。あ、使い券もうちょっとしたかったんだけどさ、最近マレーシア帰ってきてからもう一回美容室多分行くけど。あー、その後にってこと？うん、マレーシア語か。そう、どっちも頑張るなと思って。22日予想以上に時間早くてない。え、指導もびっくりした。早いです。22日来てください。マレーシア行く前の最後のライブやけんね。ね、え、バーガー星投げです。22日はね、7月にもうみんなに国内で会えるのが最後らしいし。そうだよ。恐ろしいね。あとはマレーシアやけんね。月日が恐ろしいわ。あお。りんちゃんの配信をタブレットで見てる。ぜひぜひ。りんちゃんのザッキーさん、こんばんはが超聞こえてびっくり。声が通るのかな。リンリン、イエーイ。雪の鈴が、リンリンリン。不思議な冒険、ルルルルル。パンパン食パンカレーパンジャムバタチーズワンワンワン。ララ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 ラ。夏と冬寒い、うん、快適なお部屋で。そうですよ、快適なお部屋。みんなが大好き。切ってください言ってない。切ってください言ったんよ。夜勤が2センチぐらい切ってくれた人。じゃあちゃんちゃんこ、こんばんは、ありがとう。雪の少し水でもラウていく。そう、空いてくださいって言ったときでさ、全然こがんなってしまった。22日は難しいです。夏休み明けだし。夏休み明けなの。夏休み、うん、ひかるんこんばんにん、こんばんにん、ありがとう。ぶぱんげです。仕事で出たら出ます。来て来て。シダルームからただいま。おかえり。りんちゃん、おはらき、おはらき、こんばんざい。今日は早く寝るのかな、めいちゃん。どうなんだ。眠い。眠い。うん。りんちゃんはいつも眠い。そう。眠い。パンパン、りんりん、たてさん、こんばんざい。もうこのまま寝れそう。寝てよって言われたら10秒ぐらいで寝れる。それは困るな。お部屋で寝よ。でもめ、りんちゃんがね、疲れ取れない理由、そこもあると思うよ。うん、お部屋で寝てない。お部屋で寝てるんですよ。おきんばいけんときは、みんな、怒ってください、もう。この、りんちゃんの、リビングで寝ちゃう癖。でも私、あと寝ても、起こしても起きない。でも寝てるから起きないよ、だって寝てるもん。起こしたら普通起きるんだよ。高校生の時ぐらいは、うん、実家にいた頃布団で寝たことなかった。え、毎回リビングのソファーで寝よった。嘘、そんな子いるんだ。癖がついてる。そんな子いるんだ。うん、そう。でお母さんが夜帰ってくっけんが、それで布団ばかけてくれる。お母さん優しい。それかもう自分なんかもうリビングのソファーにのところに布団置いとくけんが、うん、それはかけて寝る自分で。え、お母さん優しいね。お母さん優しいね。でもなんかこの間実家帰ってか最近実家帰るとお母さんはもうリビングに寝てる。リビングにお布団も持ってって、ね、
もう家にね誰もおらんくて、あ帰っても実家がね、そんなもんだよね。そう、ドア閉めたらドライステン聞こえますか？閉めればいいんじゃない？全然ドライステン閉めしな、風邪ひいちゃうし。いいのでカパーキーこんばんざい、ありがとう、チェルシーに勝ったぞー、イエーイ、ウィンウィンウィン今週夏休みだったの。夏休みなの？夏休みだったんだ。いいな、夏休みっていつ？夏休み欲しい。しかも一日中寝とく。無理だよ私、寝るの好きなの本当は。うん、でも寝れないの。でも無理だと思う。りんちゃんはお休みの日に寝てるだけとかができない人だから。だよね。そうできないのに、なんか夢としては、希望としては一日中寝ときたかったけど、でなんか気づいたら夕方だったみたいな。幸せそうじゃん。たまにある。できんもんなって。眠くなるの、眠いに髪色俺と同じにしたのね。ベリーピンクよ、ベリーピンク、ベリーピンク、ベリーピンク。寝ない時の布団で寝ない人いっぱいいる。寝てよ布団で、ちゃんとみんな。ヨアキングこんばんざい。見たけど後藤めちゃくちゃ見てて警報出てるなんか、ね、そうなんよ。今台風長崎に放棄取ってさ、最近ね長崎に放大変濃かったんだけど、アイドル祭りね、髪の毛をおろしストレートで出る予定なんですよ、ね、私、ね、そしてだからおろしストレートで今練習してるんだけど、もう暑くて仕方がないんだ。熊本の阿蘇山場境に、ね、これがまた熊本の方、阿蘇山境に、簡単に言うと宮崎県側の方が取ると、もう暑くて仕方がないや。9月生まれ調べてきた、里中ちゃんが9月、そうくーちゃんは9月生まれなんだよ。一応通るとあんまり長崎には被害がなくて、で五島列島の方夜勤が、それを熊本の阿蘇山場ば境に、長崎側はあの台風が通ったら結構被害がやばいっていうのがあって、今回そっち側は通り台風嫌だね。みんな気をつけて ね、ま、台風とかは。あとなんだっけ、今雨がすごいからね、早く梅雨明けてほしいね。だって眠かったよ、眠かったよ。もうダメだよ、眠くても布団でんじゃないと。なんかやることやんなきゃと思って、なんかどっかにいると、うん、すぐその場で寝ちゃう。でも気持ち的にまだ入れないじゃん、お布団の中やること終わってないから。でもやること終わってなくても眠かったら私は先に寝ようと思う。私は起きれるけん結局できるって言われちゃう。暑い？休憩かよ。休憩アイちゃんが休憩してますめピースパン、何そのアバター初めて見た。パンダがラッパ持ってる。ラッパこれ、ベル、福袋のおじさんや。ああ AB 型、メンも AB 型だよ。ダーカズさんこんばんざい。は送るけど、ちょっと待ってってやつ。水の。今日12時からお仕事。ああ、頑張って。今日は所沢で、ライブです。これ観覧村やけん、これから来てね、待っとるよ。ああ、もうそういう生活スタイル、そうなの。私布団で寝るっていうあれがね、もともとあんまりないの。だからどこでも寝れちゃう。で私の伝説は椅子、くるくる回る椅子あるやんよ。なんかさ、ちっちゃか頃さ、うん、勉強机とかについてるやつ、うん、くるくる回れるやつ、パソコン室のなんか椅子。パソコン室久々に聞いた。椅子にあっちっちだよに、こうやって体操座りで座ったまま朝を迎えたことがあるから、それは伝説。そう、寝てた、そのまま。すごいね。ちっちゃい時の話。それで起きないんでしょ。うん、朝になってた。すごいと思うよ、その才能。のび太くんだと思う。
のび太くんってだってすぐ寝れる人だよね確か、寝れる何秒でも、あと射的がうまいみたいな、そう、あやとりもうまいよやっぱな、どこかがおかしい人はどこかが優れてるのかな、のび太くんおかしいって言ってるよそれ、じゃあおかしいっていうかなんか何かがちょっとなんだろう、でもりんちゃんおかしいからな、あおかしいよりんちゃん、面白い本当に、おかしいのか分かんないくらい、なんか出会ってから本当に面白い、やったずっと、何考えてるか分かんないよね自分って、でもみんなそうじゃないの、りんちゃん本当に面白いなって思う、なんか人生が生きてて、生きてるのが面白い人って初めて見たかもしれない、何それ、なんかすごいな、え電車の網棚で寝てたら車掌さんに傷つける、えすごくない、網棚、え上に登ったってこと、網棚で寝てたら車掌さんが気づかなくてそのまま車庫に入っちゃったのって、すごい、えどうやって上に登ったの、すごすぎないそれ、才能だよ、え、よじ登った、よじ登ったんじゃないの、酔っ払いで、酔っ払い、酔っ払いだ、酔っ払いなのかな、りん、うちに来てもいいよ、え、なになになに、どこに行くの、どこに行くのでも本当にりんちゃんは生きてるのが面白いなって思う、いつも、何、どこか、え、結構思うよ、なんかなんか出会ったことのない人種すぎて、なんか面白いなって思う、どういうこと、そうどんどん分からんよね、なんか最初はすごく、あなんかすごく負けず嫌いで気の強い子が入ってきたなっていう印象だったんですよ個人的に、うん、分かる、うんうん、めちゃめちゃそういう感じだったんですよ、本当私のどこがダメなんですかみたいな、すごい気強いなって思って、すごいな、しっかりしてる子だなって思ってて、なんか下とかの代の子たちってめちゃめちゃ面白いんですけど、その中で唯一まともだと思ってたら、うん、全然まともじゃなかった、え、まともだよちゃんと、違うよ、まともにしようとしてるでしょだって、うん、それはそう、じゃあ自分がやばいの分かってるから、いやでもまともになろうっていう、ちゃんとやばいのが分かってるの偉いよね、なんかね抜けてるんだよねそれでいろいろ、だから頑張んなきゃって思っちゃう、でもすごいなんか面白い子だなって思った記憶はめちゃめちゃある、何が面白いんだろう、え何が面白いんだろう、存在、存在が面白い、どうやって生きてきたんだろうしだって、なんか それが面白い、なんかもう気持ちで生きてきた、なんか それが面白い、なんか気持ちでそもそも生きるって何なんだろうみたいな、わかんない、なんか気持ちで生きてる、大丈夫大丈夫、でも面白い子だなってめっちゃ思う最近は、やった面白くなりたいんだもんね、え面白くなりたい、最悪なことをしてしまった、習字みたいになっちゃった、面白くなりたいから芸人さんいっぱい見ようかと思ったけどさ、うん、分かんないからやめた、私お笑い芸人あんま見ないんだよな、うん、ダメっていうのは分かってるけど、見た方がいいのもすごく分かってるんだけど、苦手ですね、お笑いを見るのが苦手かもしれない意外と、ねえ好みによるかも、あんまりリズム芸が好きじゃない、リズム芸コントがいいな、コント漫才とか、コントやりたい、あ漫才も好きだけどコントがいい、まあ分からないんですよね、だから本当に4期個性の塊だよ、でも4期の子たちはすごく自分を持ってる子が多いなって思う、自分なんかその辺に浮いてるけど、何が、えなんか自分よく分からんけどその辺に浮いてる気持ち、いつも自分が強い、私を見てっていう子が多いイメージ、ただただやった、いや見てほしい、偉いなって思う、だからなんかみんな、うん、全然コメントんが
海外の強豪チームに勝てるのがこれだった。え、本当にすごい。てるしお風呂で寝てるの？チョレみたい。私お風呂で寝たことあるっけな、ね、お風呂で寝たこともある。実家にいる頃お風呂で寝てた。わーって。ダメだよ、死んじゃうよ。そう、お風呂で寝るのって意識失ってるのと一緒らしくてびっくりした。寝るのは好きそうだもん。そう、寝るのは好き。でも寝れないの。寝とけないの、ずっと。でも、ね、寝たら起きない。寝るための休みが欲しい。そう、でも寝るために4期は本当にキャラが強くておもろいなって思います。作ってもなんか違うことしてしまう。これもピンク入れてるんだけど前から知っとる。確かに似とる。ダーリンダーリンスタリーおはーちゃんありがとう、うん、でもどっちにしてもやばいことに変わりないから寝言も起こらないって。寝そう、台風そらそう、うん、今めちゃめちゃ眠いから寝落ちするかも。わかる、寝落ちするかも。明日は朝早いチョコ。ランチキもポイントになるんですよ。そうそうそう、ちょこっと朝が早い。ゆいみと漫才したら面白そう。お風呂場で寝るのは良くないよ、本当に。パンにしたくないけど、マレーシアで絶対やめた方がいい。寂しい。そう、危険だよ、本当。そうそう、マジで危険だからやめた方がいいよ。きなこ対面、生誕の時やってそうだったから、先生風邪送ったけど少し温かい。うん、本当に良くないよ。 あっちよ、本当に感じ。小袋のアリーナ席なのがって言われた。あかんあかん、のび太くんは死死ダメ。かいくんこんばんだい。こんばんだい。ささちゃんもコテンって寝るんだっけ。ささちゃんもコテンって寝る。ささは気づいたら寝てる、うん、自分が何考えてるかかよりりんのこと考えてる。それはそう。ふむの遅いから話がつながらないんだよ。あらあら、まあ確かにそう。実家帰っても誰もいないって言うから、うち来てもいいよって言った。あ、そういうことか。実家行っても、え、違う、帰っても誰もいないってあれだよ。お母さんが一人だってことだよ。お母さんは下が帰ったお母さん。誰がまとめ下が自分のことやばいって分かってる。分かってる。でも下はね、自分のこと変だって思って生きてきたけど、みんな変なんだよ。だからみんな、せっかく注意してんのにりんちゃん聞いてないじゃん。何？何だろう。りんちゃん、お風呂で寝ちゃダメだよって。お風呂は寝る場所じゃないことは知ってる。え、やば、お風呂場ですっ転んで耳裏切って夜代わり寝るぐらいのリスクあるけど寝るって。でもめ、お風呂入る前の段階で寝たことはある。どういうこと？全部脱いで脱衣所のとこで寝てたことがある。それはやばい。なんでそこで寝たんだろうって思う時はあるけど、多分本当に疲れてたんだと思う。前の家、え、本当に疲れてたら、まあ、でも実家かな、それは。そうだろう。なんか全部脱いでお風呂入ろうって思って本当に全部脱いだんだけど、なんか寝てて気づいたら、気づいたら裸で寝てたってことか。裸で寝たことはある、確かに。私はあ、でもあるわ。お風呂入ろうと思って寝てるみたいな。脱いでたら寝てたことある。なんかなんで脱いだ の？だから次の日起きたら結構ね、やばいやばいってなる。あっつって、あれ何したっけ自分ってなる。そうそうそう、マジで。ああって、お風呂って思う。やばいやばいって思って、でお風呂入ってないことに気づいて次の日めっちゃバタバタするっていう。大体 そういう時は目覚ましかけずに寝てるから。目覚ましってさ、かけて寝るけど目覚ましって意味ないよねっていつも思う。いや、あるよ。ない。目覚ましかけて寝ないと寝れないもんね。聞こえない。寝れない絶対。ね、目覚ましって何の意味があるのっていつも思う。目覚ましはちゃんとあれだよ、起きるためだよ。 おはようって、おはようって起きるためのあれだよ。へえ、やばいのが可愛いの。本当に見えた。じゃあいいや。ナナこんばんは。リンリンだよ。クロマーコプチャイありがとう。リンがやるならボケ担当。ボケそうだよ、ボケ担当。ボケタンタン、ボケタン、シダリン。ボケボケ、なんかちょっと違う。ホタルセさんしか見てません。だからなんか、何なんだろうね。爪なんか面白さがありますよね。大事なことよ。格納もさんかって脱衣所に入って寝て、
お風呂入ってないのに入った気になって。ダメだよ、ほんとちゃんとみんな寝ないと。ほんとに良くないと思う。なぜ君がそれはそう。ほんとに。それはそう。お風呂に入ったまま寝たら心臓止まる危険あるからねって。そう。そうなの？寝たことある。そう、死んじゃうよ、マジで。そうなの？うん、危ないらしいよ。ダメだよ、りんちゃん寝たら。精一杯起こしに行くね。寝たことあるけど。寝てたら、うん、寝てたら起こしに行くわ。さすがにシャワー浴びとるときは中かな。でもなんかたまに朝、うん、とかめっちゃ眠いときあるやん。うんとはなるけど、なんか朝シャワーで座った瞬間に、うん、ブタンってなってるときはある、うん、なんか気抜けそうなときは、ああ、うん、私眠いんだなって思いながらいつもいるけど、うんうん、めいちゃんトイレってあめそめトイレで寝落ちして、あの毎日配信逃しましたね。あったね、そんなこと。じゃあマジかと思って。仕事しながら寝た経験ありって、なんかそれもある。なんかトイレとか、なんかあのなんだろう、ちっちゃい空間がすごく好きで、私考え事するときとかも結構集中するときとか台本を覚えるときにトイレで覚えることが多かったんですよ、家で。前の舞台のときに、そしたら見事にそのまま寝落ちました。そう、準備してたら寝ちゃうの。お風呂に起こしに行く。いや、その役目がメイがやるわ。じゃあシャワーの音してて見に行くと、ちょい寝てるの危ないの。これ寝てない、寝てもいいよ。車で行けんて。ダーカズさん、こんばんだ、ありがとう。湯船でひずついて寝たこと、そう、あるある。今回のランチ期はどんな感じ。どんな感じ、こんな感じ、そんな感じ、あんな感じ、まる。手にした人だけがわかる。うん、そう。あれ、酒を飲んでるわけじゃないので玄関で寝たことあるな。玄関で寝たことはないかな。玄関今んとこないかも。玄関、玄関はないかな。玄関はないな、あんまし。何だったらあるかな。基本どこでもあるよ、でも寝たこと。前の家はベランダを開けて寝てたことがある。ベランダはない、さすがに。なんかベランダからあの前住んでたのが結構高い階数だったから、うん、なんかベランダ開けてこう広げてこうやって足だけ出してこうやって寝てた。暑くて全然部屋暑いって何でも やりたくなっちゃう。うん、分かる。あれ先、あ、これ好きだわ、ありがとう、単純に Thank you。 伊沢原さんのトイレで寝落ちは伝説だって。そう、トイレで寝落ちして毎日伝説だって。すごいすごい、かっこいい。かっこよくないよ何もかっこよくないよ。分からねえよって、分かんないと。コスプレとかお出かけとかあるじゃん。なんでしょ、最近何度お花摘みながら寝落ちしてる。いつ寝落ちしてるかな。でも基本下リビング寝落ちが多いかも。多いね。リビングは寝室だと思ってる。なんか違う、リビングで寝るにしてもみたいな格好で寝てるなんでそれで寝れるんだろうみたいな。寝る気はないんだ、いつも。にしてもだよ、いつも。寝起きはないけど、いつも寝ちゃうんだろうなって思いながら寝落ちしてる。すごいよ。ねえ、あんな綺麗なうつ伏せで寝る人とか初めて見たもん。あと、あれで、あれかな。うつ伏せと、なんだろう。手の甲を下にして、90度に立てて寝ていて、なんかね、今度あげますね。ダメだよね、画像。今度画像あげるよ。ダメなの、わかる。やばいって思ったよ。痛そう、普通に。そして変な格好で寝てるの、いつも。なんでそれで寝れるのか。ああ、見て。教えてほしい。だって眠いから寝れちゃう。いや、なんかもう眠いからとかの次元じゃない寝方をしててさ、本当恐ろしい。
なんかでもなんかすごくあれなんだろうなって。いいよ、そう、今でも寝ていいよって言ったら本当に3秒ぐらいで寝れるかもしれない。ダメだよ、絶対部屋で寝た方がいい。でも寝た瞬間で配信切った瞬間に寝たことある。嘘。うん、なんかこうさ、ありがとうバイバイ切って、これありんちゃんはね、たまに本当に寝落ちしてるから面白いです。なんかいや普通にそこのお部屋で、部屋のドア開けて寝てるんですけど、たまにすごいなんか電気ついたまま寝てる時とかがあって、ああ眠かったんだろうなと思って。いつも電気つけて寝るのは当たり前。当たり前じゃないよ、当たり前の日々よ。だから自分電気消して寝た時偉いって思いながら毎日起きてる。普通なんだよな。普通は普通じゃないんだよ、私にとってはそれが普通なの。普通なんだよな、絶対的に。何も難しいことしないのに。まだ生きてる気力があるってこと。そう、昔の家でね前の家の時にね、配信してたら部屋に蜂入ってきて、大変、3、40分ぐらい蜂と格闘する配信だったので、ね、やばいっつって、助けてっつって。でも私実家に蜂の巣あった。ドア閉めて、はい、あのみんな置いてって、私ドア閉めて、あいつらそこにいるっつって、助けてっつって。蜂ね、怖いよね。めっちゃ覚えてる。その蜂の巣をじいちゃんが前退治した。あ、家の、うん、家に蜂の、家にシャコがあって、まあ田舎あるあるだよね、シャコとか。シャコあって、シャコに巣作っちゃって、あやばかった。それこそ部屋に一匹入ってきたとかのレベルじゃないもん。あ、もういっぱいいるんだ。そうそう、お家出たらだって巣あるけんさ。だけんが夜中に、うん、蜂が寝とる間に収集、うん、なんだっけ、虫のスプレーがバーって巣の穴から入れて、うん、巣の入り口をこうティッシュで塞いで、うん、あとはもうバイバイみたいな、おさらばみたいな。すごい、だってああいうの駆除する仕事の人がいるんだもんね、うん、あとはもう駆除さんに任せるみたいな。またやった。うん、みんなが寝れないっていう夜行バスでも、すっごい本気になった12時間の道のりをトイレ休憩なしで爆睡。でも私結構意外とね、バスはね起きるの。りんちゃんはなんかいつも止まると起きるよ。インター絶対一緒に行ってる。インター絶対行きたいから。明日のところだ、りんさんいろおるおるおる、よろしくみんな。ところざる明日とか今日どのかだよ。こんばんは、ご無沙汰して、あ、さくさんこんばんは、久々だね、ありがとう。 Thank you。 行くかな、別にしてもどんな感じか分かんなきゃ。風邪はどうす、いつも通り、下はいつも通り。マレイメロさんこんばんは、長崎県の人。あ、そうそうそう、配信スタートしてそのまま寝たことあるわ。え、あ、りんちゃんの寝起き、寝息配信なんか聞く聞く、めっちゃそれ聞くし、なんかメインになんかめっちゃみんなに、りんちゃんに LINE してほしいって言われて、スタンパクしたことはある。起きなかったけど。起きないよそんなの。でマネージャーさんに連絡して切ってくださいっつってっ てなった。 あの時、あ、やばい。え、その時さ配信切れてるわけやん、うん、どういう感情なの。あ、切ってくれたんだみたいな。え、なんかその時は、うん、え、こうね、あ、やばいって思って、その配信を始まってると思って、うん、あ、違う、配信中だと思って、うん、配信し止めなきゃって思ったのかな。あ、配信はそう、ポチって押して、そしたら配信始まるやんで、なんかで、やばい、あ、切れてた切れてたみたいななって、うん、それで、でもなんかめっちゃかすかな記憶、もう寝ぼけてるから切んなきゃなって思った瞬間に、多分なんか電波が良くなくて、うん、切れてなくて、うまく、結局もう一回多分切ってもらった気がする。なんか切ったのに始まったみたいな感じだったよあの時。面白い。でも寝て、もう一回寝てた。で朝起きた。めっちゃ面白い。何だったっけ、そういえばみたいな。
面白かった、シダだけ。ウィコさん大変大変、あいつはもう一回始めなかったみたいな感じ。なのにまた綺麗って言ってきたみたいなことでしょ、うん、でも私はそれはなんかちゃんと切ったものと思ってた、ネタとかも切れてなかった。電波が悪かった、前の部屋すごい電波悪くて。あるよね、うん、そういうの。くてって寝落ちもよく、そう、ね、寝落ちするイメージで本当に。うわすごい風。最近なんでメンバーと一緒なの？一緒に住んでるからだよ。あ、そっか、知らない人もまだいるんだね。うんね、そう。初で大騒ぎの配信あったねってマグダムさんから言って。そう、本当にやばかった。あの日から虫除けスプレーを、虫を殺めるスプレーを買ったもん。虫除けスプレーは集まるよ、うちに。そう、 T シャツは、その部屋にも、その T シャツは。そう、元気しておりますか、シンゴ、こんばんは、元気だよ、ありがとう。いつも通りか、デコレーション頑張ってく、デコ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 、追っかけしたよ。言ったっけかな、もうあの時は。さあ、そろそろ終わりましょう。私は明日、ごめんね、明日はね、多分ね、映像でできるから。今日映像でやりたかったんだけど、明日は映像で配信しますということで、以上、バンザイジャパン石川県の伝道師リーダーの S原芽衣でした。バイバーイ。疲れ、みんな。またね。私もじゃあそろそろ。チュン。